こんばんは、生まれ変わっても自分がいい、広瀬文也です。はい、こんばんは、生まれ変わったらイカのお寿司のです。あ、イカのお寿司ってさ、あれだよね、あの不審者についていかない時の標語だよね。そうです、行かない。あれ、あれ火事の時じゃない？いやでもそうだよ、行かない、乗らない、大声を出す、うん、すぐ逃げるだっけな、すぐ逃げる、しかとする。絶対違う気がする。イカの寿司って覚えられないよね。行かない、はい、そんなことは置いておいて、友達を家に招いてベースをいきなり教えてみました。歌ってみます。曲はクリープハイプで命短し恋せよ乙女。クリープハイプで命短し恋せよ乙女でした。今回はですね、ベースラインは僕が勝手にアレンジして弾いてもらいました。で、原曲よりキーを4個上げて歌っております。で、このアレンジの特徴としては、なるべくギターをサボろうというアレンジになっております。ギターはもうずっとピャーン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 って
だけで弾いて、あとベースに A メロっぽさ、B メロっぽさを演出してもらっております。いかがだったでしょうか。難しい。本当に。うん。でも何分で覚えた。30分ぐらい。30分でしょ。1時間あれば。まあ1時間あればね、もうちょっとね。ということで皆さんこのアレンジを30分で頑張ってみてください。そうですね、まあ押さえ方を教えるとするならどこからですか。見えるようにやってください。なんだっけ、 3弦の7フレットから。3弦の7フレットから始めて5度上をタン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 、そう弾いてみてください。聞こえる？っていう感じです。これはもう耳コピーでいいですね、うん、しかもずっとこれだしね。はい、ずっとこれです。そう、やっぱり音楽はね、一人でやるのもいいですけど、合わせてこそってところありますね。まあね、そうですね。ね、合わせてミスってブイーみたいな、テイク3回目ぐらいです。そうですね。まあ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 、そう、あとコツとしてはですね、失敗をしてもうわっやっちまったみたいな顔しない。でもそれはね、慣れだよ。いやいやいや、違う先生、慣れ慣れ度胸があるやつはもうできんの。まあね、そう、できんの。あのケンティとかそうだもん。ケンティ度胸は知らない。セクゾのケンティ。そうなそう、マジックミスってもドヤって。あー、マジックがすごいし。マジックはできるよ、だけどこっちは違うもん。マジックもそうだし、うん、音楽もそうです。ミスったって顔しない。やっぱエンターテインメント楽しませてこそなんで、うん、もう自分の苦労とかもう出さないでって言っときながら苦労の動画出してるけどね。なんちゃって。よかったらカバーしてみてください。それじゃあまた明日、バイバイ。